いよいよ発売になります。シザーコームのハイズアップバージョン6インチですね。今まで 2.5 インチ、3インチ、3.8 インチと3種類あったんですが、それに加えていよいよサイズアップバージョン6インチが発売になります。でこの6インチ、まあアクションは今まで出てた、まあ、3つのサイズのものと一緒で、まあ、引けば手がパタパタ動いて、アピールするっていうワームになってます。で、まあ、サイズアップしたことによってより広範囲のバスにアピールして、で呼び寄せ食わせられる力を持ったワームになってます。でリグなんですが、どんなリグでも使えます。テキサスリグと、ヘビーダウンショット、あとネコリグ、脳進化の、まあ、スイミングですよね。特に脳進化リグでこう使うときには、まあ、自重も増えてますんで距離も出ますし、でこうゆっくり表層を巻いてきた時のこの手が出す引き波ですよね。それがもうこのワームにしか出ない独特な引き波を出して、ボディも生めかしく動いて、まあ、バスを誘いやすく、まあ、サイズも大きくなってるんで、本当に遠くからでもバスをこう引き寄せてくれる力を持ったワームになってます。であと使い方ですね。アクションは、まあ、テキサスリグとかでこうリフト&フォールさせると、まあ、リフトした時にも手がバタバタって動いてアクションで、フォール中もバタバタと手が動いてアクションしてくれる。で、まあ、着底した時に、まあ、ゆっくりこう倒れ込んでるんですが、まあ、テールもこれだけ細いので、まあ、ゆらゆらとしながら倒れ込む時にもこうバイトを誘ってくれるような、そういうアクションをしてくれます。このサイズアップしたシザーコーム6インチ、まあ、フィールドとかいろんな用途によってそのサイズを、もちろんベイトフィッシュの大きさとかですね、そういうところで使い分けていただくととてもいいと思います。これで皆さんもビッグバスを釣ってください。